静かなる防衛の時間です。今日は何かと話題になる水陸機動団とはどんな部隊なのか、任務など離島奪還作戦とは、今水陸機動団のニュースがあっています。断層を紛失したという訓練中のミスが最近起こりました。それに大隅国崎、輸送艦国崎に水陸機動団が合同で任務に、今オーストラリアにいます。その国崎ですが、港で衝突しています。しかし水陸機動団とは米軍でいう海兵隊ですね。海兵隊にあたります。それと離島奪還、島を奪還するという任務も同時に行っています。離島奪還だけでなく離島防衛、あと災害時の離島救援なども行います。水陸機動団の略称は水機団。今長崎の方で水機団の部隊が敷かれています。やはり佐世保の方が展開しやすい。第一列島線を防衛するためにはやはり長崎に置いておいた方が都合がいいという、わかります。北朝鮮や中国、などにもすぐ展開できる。壱岐島がこの辺にあるので、すぐに離島奪還できます。こう有事の際、こう攻められたら、すぐに展開できるのも長崎にある一つの理由かもしれません。水機団には水陸両用車の AAV7 があり、高性能な水陸両用車です。この水陸両用車、たくさんの
人を運べる。それに装備も充実しています。離島での上陸作戦時にはすごい水陸両用車になります。防弾性も強く、水、海や陸両方で大きな力を発揮します。少し話しますと、この上陸の仕方もやはり日頃の訓練が必要で、輸送艦、から後方からウェルドックになっているので、後方から AAV7 が出てきます。上陸作戦は沖で待機し、2機目3機目4機目すべてが一列に並んで上陸します。上陸後は AAV7 は ボディの強化により防弾性に優れているので、隊員たちを守ることができます。上陸後指揮者が一つ真ん中に展開、残りは周りを囲う作戦任務になります。これにより上陸作戦が行われ、離島奪還していきます。護衛艦出雲が回収後、輸送艦との任務が多くなると思います。先発として F-35B で偵察、もしくは爆撃を行い、
その後に上陸すると思われます。任務の最中に、訓練の最中、装弾30発が入った。装弾を紛失したのはちょっと初歩的なミスかなと思われます。しかし気づいたことで、またそれを発表したことで、何も嘘はないと確信しています。国崎の衝突でも水陸機動団は乗っていたと、乗っていたでしょう。しかし甲板には出ていないので、状況は把握できていないでしょう。今日のご視聴ありがとうございました。